休み一緒に遊びませんか？広瀬くんと一緒に花火見に行きたい。勇気を出して広瀬くんを誘った花火大会、二人でいられるのが嬉しくて。でも私とんでもないドジしちゃったんです。髪飾りがないの。駅で落としたのかも。お花、ピンクのお花も。どうしよう、りっちゃんにもらったのに。探そう、大事なもんなんだろ。駅までの道全部探したんだけど見つからなくて。そしたら広瀬くんが。やだ、ゴミ箱漁ってる。広瀬くん、ごめんね。でももう絶対見つけてやる。ひよりん、人と話すの苦手なのに俺のために頑張ってくれたじゃん。俺にもこんくらいさせてよ。結局髪飾りは私の勘違いで帯に引っかかってたんです。似合ってる。あ、花火始まってる。こうやっていつも困った時助けてくれて、何でもなかったみたいに笑ってくれる広瀬くん。好き、私広瀬くんが好きです。どうしよう、私とんでもないこと言っちゃった。これから私たちと